да ни разкрие своите проучвания по темата за модерността на класиката, сега каним професор Хироши Араки от Nichibunken. Професор Араки работи върху изследване на международните и съвременните възможности на класическата култура и нейната нетрайност. Професор Араки, заповядайте. Липсва ли ви България? Вие неведнъж сте били у нас. ソフィアを映して、本当は行きたいです。はい。プロジェクティングクラシックスという名前で、日本の古典文化の未来を、古典文化研究の未来を日本研究の新しい視界に向けてという話をさせていただきます。ここには花がありますが、これ実はブルガリアの花ですので、後で少しだけ触れたいと思います。エーデルバイスです。 で、今日は私が経験した海外での、教育や研究の中から見えてきたことをお話しますので、簡単に私が経験した海外の研究機関についてご紹介したいと思います。一番最初はアメリカのコロンビア大学に行きました。今でも非常に強い、縁があります。次にインドのデリーのジャワハルラールネルー大学というところで教えました。 それから、台湾の台湾大学でも少し、教えたことがありますし、また、チューリッヒ、スイスのチューリッヒ大学にも行きました。それから、これは今、また恋しいところの一つですが、ベトナムのホーチミン、サイゴンの、国家大学で教えたこともあります。これは、新年を超えて教えましたので懐かしいです。 また南国で、タイのバンコクのチュラロンコン大学で、この2016年に私は、ソフィア大学で、ゲルガナ・ペトコバ先生にお世話になって、客員教授をしておりまして、その時に、ベリーコ・タルノバ大学にもお邪魔しました。先ほどのエーデルバイスはあそこで映したものです。本当は今年、パリ大学で教える予定だったんですが、 この憎いコロナのおかげでキャンセルになってしまいました。で、今回私がお話しする重要なテーマは、先ほどとちょっと似たタイトルのプロジェクティングクラシシズムっていう名前の本を作りまして、40何名かの執筆者で、日本の古典と、それ古典が未来へ向けてどのような、未来だけではなくて海外へ向けてどのような意味を持つのか、 ということを考えた共同研究の成果として作ったものです。で、本を買っていただくのは大変なのですが、ここに出しました URL をクリックしますと、私の書いたイントロダクションと、から全体のインデックスを読むことができますので、ぜひ、ダウンロードもできますので、ぜひ、ご覧になってください。そして今日のお話に非常に関係がありますが、私たちの日本文献では、 先ほども話題出ましたポピュラーカルチャーを、古代から、本当に昨日の現代まで捉えようという、そしてそれをその日本のニューイメージとして考えていこうという、研究を6年間しておりまして、先ほどの私もその研究の6年間のうちの間に入っている、プロジェクトであります。今日の 昨日から今日にかけてのこのブルガリアの重要なイベントとも関係の深いものだと思っています。で、少し具体的な話をしていきたいと思います。古典と、あるいは文学とポピュラーカルチャーの関係ですが、これは私がタイのチュラロンコーン大学で教えたときに、2016年に先生、タイでは今日本の文学が人気ですよと言って教えてくれた 2冊の、タイ語の翻訳の本です。一つは夏目漱石、夢十夜。もう一つ右側は太宰治の、人間失格です。特に先生、人間失格がすごい人気なんですというふうに、タイのこの出版した業者が教えてくれました。あ、やっぱり太宰は面白いのかなと思ったら、そうではありませんでした。このアニメーションです。文豪ストレイドッグスっていう。 これ今でも人気がある、もので、これはつまり擬人化をするんですね。様々な作家を、このキャラクターに見立てて擬人化していって、で、とにかく、タイではこの太宰治が格好いいんだそうです、当時。で、リーガルかイリーガルかわかりませんが、
タイではこの頃、文豪ストレイドッグスは簡単にウェブで見られたので、学生さんも若者もこぞって、太宰治なるこのかっこいい青年に憧れて先ほどのタイ語の、人間失格を読んだということでした。で一方、その背景になっているのはいわゆるアニメショップの誕生なんです。これは私が行った2016年に私の泊まったホテルの横にあるショッピングコンプレックスに、できたアニメイトというビデオショップで、私も興味があったので、訪ねて行って写真を写しました。かなり大きな店で、日本にいるのと変わらないぐらいの品揃えがあったと思います。これがサウスイーストのアジアでは初めてアニメートが出展されたと聞いています。2016年の2月です。まあ、こういったアニメートのようなものがバックグラウンドにあって、で、YouTube とか、ウェブサイトで、タイの若者は日本の文化を知って、それが、明治時代の作品であろうが、江戸時代であろうが、まあ、まさに先ほどのお話にもありました、ビジュアルなものに惹かれて、取り組んでいくという形になったようです。で、これが夏目漱石の方ですが、近藤陽子さんという人が、非常に美しい漫画にして、います。で、また、パリへ行ったときに、同じ2016年にパリへ行ったときに、パリにギメという有名な東洋美術館があります。5階建ての素晴らしい美術館ですが、そこのミュージアムショップに行ったらですね、日本の本の真ん中に妖怪と書いた本があって、これが水木しげるの妖怪のエンサイクロペディア、辞典です。で、その隣には北斎があるんです。先ほどの、グレートウェーブの絵がある北斎があって、右側には、ご存知かな、孤独のグルメっていう、今日本でも人気のある、漫画の原作が置いてありました。で、一方右側、これは2019年に、18年だったっけな、ニューヨークで、源氏物語展が開かれました。で、私も当時そこにいたので、メトロポリタン美術館、メットに行って見てきましたが、一番最後に置かれていたのは、実は源氏物語というよりは、朝木夢道という漫画のオリジナルなドローイング、原画でした。で、これ耳折りですが、多分、いろいろな災害があったということもあって、メットが気を使って、この源氏のカタログは、ウェブサイトからタダで、フリーでダウンロードできるんです。私は70ドルで買いましたので、ぜひ皆さん、メットがケチにならない前にダウンロードしてみてください。素晴らしい図録です。メリッサ・マコーミックっていうハーバードの先生などが中心になってやったものです。で一方、やはり同じ義名で、日本の本棚を見ていたら、二つの特徴がありました。一つは先ほどの、まあ、クラシックをこうビジュアルに捉えたもの。もう一つはエロチカです。実は2013年から14年に、イギリスのブリティッシュミュージアムで、春画展という、日本では反対されてできなかった、春画展を行いまして、日本文化とエロチカ、エロティックなものっていうものの親和性が非常に高くなっていて、ここではちょうどその2冊の本を、挙げていまして、いずれもエロティックというフランス語があるんですが、特に右側の白い本の方は、ナリヒラーっていうのは伊勢物語で、それから、ヘイチュウも、まあ、伊勢物語の同じ頃。そして、ル・ゲンジですから、光る源氏、ダ・テイル・オブ・ゲンジが取り上げられている。つまり、古典とエロチカと、このビジュアルが合体している。あ、ちなみに左側は春画の本です。で、もう一つは映画で、これはちょっと京都新聞という私の、職場のある、非常に文化に、力を入れてくれている新聞社で、羅生門というのがちょうど去年で50年で今年でベネツィアから51年、来年でアカデミーから50年っていう、京都新聞で羅生門という、黒沢の、日本の映画が戦後を非常に評価をされて、まあ、日本人を力づけた羅生門について、私の古典文学の立場からちょうどメモリアルイヤーでもあったので、文章を書いてくれというので書いたのがこの記事です。で、羅生門の特徴は、これ、文化の問題と関係するんですけれども、11世紀に消えているんですね。もう羅生門っていうのは実はないんです。
ところが、羅生門が亡くなった後に、むしろこの羅生門というのが文化の中で蘇ってくるというところが重要で、一つは12世紀の今昔物語集というテイルズ、物語集で、でしかもそれは13世紀に、マニュスクリプト、コーデックスが残っているんです。で、それが、これなんですけれども、つまり羅生門が亡くなった後、一世紀の後に説話ができて物語ができて、で、それがこういうふうに、さらにその一世紀の13世紀に移されたマニュスクリプトが残っていて、で、一つはそこです。で、もう一つはノープレイ。能がこの羅生門というのを描いて、鬼がいる場所というイメージができてきて、で、これがむしろ存在しない羅生門が日本中にいろんなイメージをもたらすことになったということ。で、それがさらに近代に入って芥川龍之介が小説に書くわけです。で、これが黒沢の映画になるわけです。つまり羅生門が消えてから古典ができ、ノープレイができ、江戸時代を経て近代になって小説になって映画になり、で、現在は文化遺産プラットフォームっていう、もう一回さらに羅生門を蘇らせようというイベントまで起きて、います。で、こういうふうにこの13世紀のマニスクリプトは、現在でも皆さんのソフィアの、スマートフォンから見ることができますので、ぜひアクセスしてみてください。京都大学のライブラリーです。こういったものですね。で、それを文化研究者の側では、痕跡力という、ちょっとどう訳したらいいのか分かりませんので、 The Imaginary Power of Vestige ってちょっといいのか分かりませんが、こういう文化の力というものを、この大事にしたいというふうにちょっと考えます。それから映画といえば、もう一つさっきも話題に出ました鬼滅の刃、もう異常なぐらいヒットした映画ですが、そこにもやはり古代のイメージの妖怪とか鬼のイメージがあるということになっています。で、さらに新海誠、彼の非常に今売れた君の名はというのが、日本の最も古いアンソロジーの万葉集に由来する。これは日本の令和という現在のそのエラの名前と、同じ由来となったものですが、それはその黄昏という言葉があって、これが Who are you? Who is your name? What is your name? って意味で、これが君の名はで、それはトワイライトって意味なんですが、新海は明らかに万葉集からそれを、受けていると言っています。から天気の子、これも面白い映画で、雨が降り続ける話なんですけれども、これもですね、新海は万葉集の影響だとインタビューではっきりと答えています。から、ちはやぶるっていうのもありまして、そこでこう重要なのは聖地ツアー、先ほどのベスティージ、カルチュラルベスティージみたいなものと関係する聖地ツアーというのが、生まれてくる。事実と関係ないのに、映画という文化が場所の力を生み出していく。ある意味で羅生門と同じということです。で、それからもう一つ古典と関係する映画は、片渕須直、ですね、この世界の片隅に、戦争中のことを描いた。実は彼がですね、次は枕の草子を映画にしたいと言っている。で、実は今日もイベントがあったようなんですが、彼はずっとツイッターで、枕の草子について語っていますので、片渕をですね、追いかけて、ぜひフォローして、この枕の草子を考えてみてください。実は昨日、おとといだ、おととい、ブルガリアのソフィアを舞台にした映画が公開されました。日本語で太陽は動かない。で、実はこれ、森は知っているという小説と、太陽は動かないっていう小説、2つを合わせた、これなかなか面白い。私はまだ小説しか読んでない。そして面白いことに、小説にはブルガリアなんか出てこないんです。それが映画になって、ブルガリアがフィーチャーされて、また新たな、先ほどの羅生門と同じようにない文化が、文化として今度ソフィアに、日本の映画が新しい文化を作っていくのであるというのはですね、これ非常に興味を持って、この映画を、日本の側からも、またブルガリアの側からも捉えていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。4年前に、5年前だ、ソフィア大学のそばの、いい食堂で、当時の、大使、それからソフィア大学の先生方とご飯を食べたのがその絵で、左が講演をさせていただいた私の絵で、で、左上が、バルシェッツっていう、
温泉の、ちょうど一、えっと、なん、3年前の3月で大雪が降った時のことで懐かしく覚えております。どうもありがとうございました。以上です。Професор Араки, благодарим ви за вълнуващата и интересна лекция. Една част от хората на снимката са и в момента в залата и ви изпращат своите сърдечни поздрави. Сняг в София в момента няма и Александър Невски изглежда толкова слънчев, колкото е на снимката зад гърба ви. Сега към вас има въпрос от нашите колеги в залата. Нека да го чуем. Казвам се Мария Григорова и съм студентка в трети курс японистика. През изминалия семестър се занимавахме с подготовката си за превод на Цоре Дзоре Госа. Тъй като това е сеистично произведение от 14 век, всяка седмица избирахме по един откъс, по който да работим и да коментираме. И по някакъв начин се мъчехме да свържем това с настоящето. Подготовката ни понякога бе изправена пред трудности и не успявахме всъщност да свържем това, което четем с случващото се около нас днес. Все пак това са мъдрости от преди над 600 години и се чудехме дали подобно на нас, нашите връстници в Япония са изпитвали подобни затруднения и са имали такива спънки при разбирането и извличането на поука от думите на Йошида Кенко. 日本では高校の教科書でつれづれ草の部分を少し読みます。私は教科書のテキストブックの編集もしてますので、少しわかりますが、本当に部分だけを読んでいて、そしてすごく面白いところと、ものすごく難しいところがあって、前ソフィア大学に行った時も、ペトコバ先生からですね、ゲルガナ・ペトコバ先生からその話を聞きました。で、大変なんですけど、いろんな翻訳を、例えば、エッセイズ・イン・アイドルネスとか、英語訳を使ったりして、アプローチしていくと分かっていくと思うんですけど、実は、今年の、3月の19日に、つれづれ草の講演会を私、3人の専門家とやって、これ多分オープンに、YouTube で配信するはずです。それから5月にもやはりシンポジアムをつれづれ草についてやって、ちょっとつれづれ草については今私も関心を高めているんですけど、ちょっと面白いのは江戸時代につれづれ草を読んだ文学者がつれづれ草の中に鎌倉のカツオの話が出てくるのは読みましたか？鎌倉という東京の近くの、つまり京都からは遠い東の国でカツオという魚を喜んで食べる。なんて下品なんだという話があるんですね。で、それを読んだ江戸時代の文学者が、キリシタンの時と同じだって言うんですね。つまり日本は、ヨーロッパから、商人やキリシタンの、ミッションがやってきて、新しい文化を16世紀に受けるんです。その時に、キリシタンが持ってきたものに一つは、ビーフを食べる習慣。それから、ワインを飲む習慣。これを一時だけ短い間ですが、ワインはあんまり入ってこないんですけど、京都の人に見せて、京都の人は喜んでビーフを食べた時期があるんですね。で、その提督という人は、ああ、ちょっと前の京都人と同じだと。昔の鎌倉の人はカツオを食べて馬鹿にされたけども、今の京都の人はビーフを食べてる。牛肉を食べてるじゃないかっていう。つまり、つれづれ草から、300年も400年も経った人は、カツオの話からキリシタンを思い出して、そしてビーフと比較をしている。だから我々は、つれづれ草がそうやってこう未来にいろんなものを投げかけているんだと考えれば、しかもキリシタンですか、ヨーロッパ。つまりヨーロッパの人が難しい。今確かに難しいんですけど、じゃあヨーロッパで考えてみたらいいじゃないか。それは江戸時代の人がやったのと同じ。つれづれ草が持っているこの時間のフレキシビリティみたいなことと関係するので、難しいのは結構だと思うんですね。じゃあその難しいのをどうやって解決するのか。これが古典の読解の一番面白いところかなと思いますので、ぜひブルガリア流につれづれ草をこう噛んで、砕いて、飲み込んで消化してほしいと思います。Професор Раки, благодаря ви за интересната лекция и за интересния отговор на въпроса от залата. Thank you very much.